夜の西立西館西立と東館阪神淡路大震災記念人と防災未来センターは防災、減災の世界的拠点となることを目的に創設された機関。施設は兵庫県神戸市中央区のハット神戸にある。阪神淡路大震災から得た貴重な教訓を世界共有の財産として厚生に継承し、国内外の地震災害による 被害軽減に貢献すること、及び生命の尊さ強制の大切さを世界に発信することを目的に設立された。センターには調査研究機関が置かれ、助教、准教授相当の研究員と大学教授クラスの上級研究員が所属しており、スーパー広域震災時の大都市間連携情報の高度化や大都市大震災における、 復興政策総合評価システムの構築などの研究プロジェクトを立ち上げている。災害発生時には内閣府や兵庫県とともに被災自治体支援を行い、関係機関に適切な情報提供を行うことで被災地の被害軽減と復旧、復興に貢献している。また、震災などの大規模災害及び防災に関する資料の収集、蓄積、体系化、 データベース化を継続して行うと同時に自治体主張向けのトップフォーラムやエキスパート研修など災害対応専門研修を実施している。アジア防災センターなどの国際研究機関を集約することなどを通して国際防災人道支援協議会を組織するなど国際的な防災人道支援の拠点形成を図っている。震災追体験フロアでは 地震で破壊される街や鉄道、高速道路を詳細な再現映像で復元する5時46分の衝撃を放映している。ただ、あまりにリアルな再現映像であるため、小さい子供や妊婦、被災体験がある人などは映像をパスすることもできる案内がなされている。学校の修学旅行や自治会、町内会等の研修にも使用されることがある。 公式ホームページで実際に利用した人の声を公開している。ありがとうございます。